これまでに大物を夢見たことは、財宝を金銀を満載した船を襲って山分けし故郷へ帰るんだ。何かありそうだ。感じるぞ。自由に乾杯だ。全ての海賊と、そして全ての女たちに。噂でキューバの総督が近くの砦で黄金を受け取るって聞いてな。トーレス総督本人が。期待できそうだ。奪うなら今のうちに。ってわけさ。この町は廃人と化し、貴様らは全員吊るし首に処される。協力を拒むなら運命は変わらん。対策が必要だ。そう言うな。宝を手に入れたら一生遊んで暮らせる。全員がな。要はカリスマ性なんだ。バカを演じればバカしかついてこないが、威厳になる悪魔を演じればどうだ。誰もがひれ伏す。あら、お堅い心をほぐしてあげなきゃ。柔らかい部分を固くしてやれよ。俺の秘密を知りたいってのか。おい、ケンウェイ、俺の船を沈めた奴らを生かしておけるか。はははは、燃えろ、クソタレが。お嬢さん、客人は何て呼ばれてるんだ。シラフの時はアン、お嬢さんはないわね。怒りを上げて船を出せ。ジャマイカに出航だ。では入り江に乗り込み、船を奪うことに賛成する者、足を踏み鳴らして声を上げろ。反対の者は泣きわめいてろ。任せとけ。我々の勝利だ。